金メダリスト姉妹が交通安全を呼びかけました。東京オリンピックの女子レスリングで姉妹揃って金メダルを獲得した河合梨紗子選手と妹の由加子選手が、秋の全国交通安全運動に合わせて新宿警察署の一日署長に就任しました。子どもたちに横断歩道の安全な渡り方を教えるなど交通安全を呼びかけました。